久しぶりね、ウィルビー。私、どうして私なの？その辺にしなさい。自分の失敗はそれほど受け入れられないものなの？ちょっと見損なったってそう思ってしまうじゃない。でも私は天才のはずなのに。ここに天才じゃない人間なんているの？みっともないわよ、ウィルビー。私の才能を全部彼女たちに分けたのに。どうしたの？まさか知り合った時のあの自信満々な態度は演技だったの？どうして彼女たちはいなくなったの？足も出ないような時間は本当に見てられないね。あの時私は本気で、彼女たちが私から離れたって思ってしまった。でもどうして？これを試してみようかな。でもどうして？僕が命じられたのは命令の伝達だけだ。理由は知らない。じゃあ君自身の意見は？
何せ対ケビン武装の話なんだよ。それに関連する研究がメイ博士に禁止されて、君はどう思ってるの？ほっとした？本当に話す気はないの？一応私たちは昔なじみでしょ？その理由は君自身が知っているはずだ。え？ビルビー、君はずっと不可能なことをしている。ちょっと理解できないんだけど。最初から僕に対抗できる単独で成立する武装はないと君は知っているだろう。それで？だからそれは不可能だ。あ、でもどうして？言ったはずだ。あ、いや、ケビン、ごめん。君に聞いてるわけじゃない。彼女たちに聞いてるんだ。今になっても誰かと目を合わせることは苦手だ。特にケビンが相手だとね。でもどうしてだろう。あの時彼女たちは何を証明したかったんだろう。じゃあどうして？実に懐かしい声だ。あったんだね。それでこれが本来のあなたなの？一人の詐欺師？すごいわね。驚いてるふりはやめて。とっくに君に見破られてることは分かってるから。私のために掛け合ってくれてありがとう。昨日ようやく君の名前を知ったよ。今日私に会いに来てくれたの？うん、嬉しいわ。それであの島で何があったの？メビウスったら全然教えてくれないんだもの。話したくないなら別にいいんだけどね。そう、あなたとメビウスの秘密ということにしましょう。私気にしないわ。でもあなたを説得してほしいって彼女に言われたの。内容そのまま教えるわね。
女曰く、ヒヨオーガが向き合ってる敵が一体何なのか。あなたはもう分かってるはずよね。倒壊。その通りよ。実際に審査を行った人たちは、全員あなたを天才だって認めてる。魔術師、メカニック、コック。あなたは短時間でどんな人にもなれる。事実を詐欺に使おうだなんてロマンチックね。今まで見たことのない才能だわ。ただ、あなたと似たような天才はここにもたくさんいるのよ。例えばメビウス。彼女のことはもうよく知ってるはずよね。そんな人たちでも崩壊と向き合うときは手が回らなかったり、簡単に犠牲になったりするの。今あなたが望めばここに加わり残ることができる。けど彼女としては離れてほしいみたい。同類として彼女なりにあなたを案じてるのかしら。あなたはここで人生で初めての失敗に出会うかもしれない。自分の限界やあなたにとって不可能に近いことに気づくでしょう。彼女はあなたと同じタイプの人間だから知ってるのよ。天才にとってそういう苦しみは死より辛い。メビウスはとても優しい人でしょ？でも、私としてはここに残ってほしいと思ってる。だって、寂しそうな表情をする可愛い女の子に抵抗するなんて、私には無理だもの。寂しそう。そうかもしれないね。メビウスの言いたいことはわかる。けど、心配はいらないと思う。だって、彼女と似てるなんて思ってないし。ましてや私は、彼女のように、優秀なんかじゃない。はじめに、他の人になった理由は、単に自分が好きじゃなかったからだ。何かをする才能が私にはあるのかもしれない。けど、そんなの大したことじゃない。君の言ったように、ここに私に劣る人はいない。なら、失敗、限界、不可能は当たり前のことじゃない？ビルビーは天才なんかじゃない。ちょっとした才能を持った愚人なんだ。多くの人が私の周りでそう教えてくれることが嬉しい。ただそれだけだよ。そう。私にも自分が嫌いな時期があった。自分を卑下する時期が。私は一生をかけて劣等感と和解した。今、ようやく客観的に自分のことを見つめられるようになった。
もしいずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。だけど、そんな私はもう私じゃない。今日ここに立つビルビーもいないだろうね。ううん、最初から存在しなかったのかもしれない。でも久しぶりに彼女の声を聞けて嬉しかった。かもしれないけど、私は君の知ってる他の英傑とは少し違うんだ。私は生きてた頃でもほとんどの時間は眠ったままだったんだ。経験から考えれば二十歳の女の子でしかないよ。何か問題でも？ここにいる誰よりもこの証拠は私にふさわしいでしょ？さて、これからどうやって彼女のそばに行こうかな。一応私の思考は結構広いし、待って、まさかそのドラゴンに乗るつもりじゃ。え、待って、押さないで。あれは雷の律者の。君、ありえない。あの領域は確かに消えたはずだ。
君だね。やっぱり私たちはあってもなくても変わらない足で、君が唯一の胴体。そうだね。私が消えない限り、君は永遠に存在する。あってもなくても変わらないは違うけど、後者は合ってるよ。会うのは初めてだよね。その、元気？うん。元気。すごく元気だよ。やっと現れる勇気が湧いてきた、ということかな。勇気とか、そういうわけじゃ。ただ、指揮者に小さな嘘をついただけ。なんとなく、すべてが終わる前に、君に真相を教えるべきだと思ったから。すべてが終わる？ふーん。わかったよ。君の計画だと、彼女が最も重要な部分なんだね。どうして、彼女ならできると思うんだ？それは、私たちの疑問でもあるんじゃない？このビルビーという名の人間は、あれだけの奇跡を作った。どうしてできたと思う？私たちはどちらもビルビーだし、回りくどい話はやめよう。今まで会ったことがなかったから、君に教える機会もなかったけど、君は一体誰なの？君はずっとその答えを知りたかった。そうでしょ？詐欺師のもう一つの嘘。そうだね。そんなの、君に教えてもらうまでもない。ここに現れる勇気があるなら、私たちの形勢は対等じゃないって、知ってるはずだよ。だって今の君は、私が侵食された後に残った全部のデータだもの。君が存在しなくなったら、私もかなりの確率で消える。厳密に言うと、絶対にだ。確かに。ちょっと自分を慰めるつもりでそう言っただけだよ。そうなると、いくら考えても、私が頼れるのは奇跡しかないかな。いい。すごくいいよ。螺旋の英傑、本物のビルビーは、どこから来るかもわからない奇跡を頼らないと、自分を助けられないんだ。うん。そうなんだ。
それは、予想外の喜びだ。なら、期待して、とことん期待すればいい。できれば、私があの暗闇でした期待よりも、ずっと強く。そうすれば、君が幻滅する姿を、もっと楽しむことができる。本日の演目は、じゃあ、頼んだよ。正確に言うと、私たちとは言ってないし、ただ、見るという勇気もない。君の賭けなの、天才ビルビー。律者に失敗を繰り返してもらうことが。天才じゃないって言ったのに、その言葉はもう今日たくさん聞いたよ。君が切に願った奇跡は、こちら側の味方だよ。何？別に驚く必要はないでしょ？自分の思考の中なんだから、外からの力に対して何もできないわけじゃない。切り裂くことは私も得意なんだよね。もういい。ここをむちゃくちゃにするつもりはなかったけど、君たちは少しも気にしてないみたいだね。じゃあ、この一幕はもっと騒がしくしてあげよう。続いては粉砕の一幕。ちゃんと言ったよね。これが私の全てを支配していた人？君に失望するほど5万年間の拘束に対してより憎しみを感じるだけだ。始めよう。
ぐに退場しないでよ、親愛なるお客さん。本当のクライマックスは今から始まる。さあ、もう終わったよ。これから何をしようとしてるか教えてあげようか。君たちを他の思考領域と共に分割するのをやめる。君たちをここに閉じ込めるんだ。この暗闇で私と共に永遠にだ。あの5万年の時間のせいで君はそんな風になったの。確かにそれは私が悪かった。ああ、それは正しい。でも、忘れないで、私の正体を。ただ閉じ込めただけでは私を変えられない。最初から、私は純粋な悪念だったからね。外に出ただけだよ。もし違うって言ったら、君のいる領域は悪念を閉じ込めるための場所じゃない。あそこに存在したのは、どんどん入れられたのは、それは、私の、私の自信と自慢だ。アイデア、火花、過激な考え、それから私なら全てを変えられるという自信。残念なことに、それらはあの時代にも人類の文明にも向いてない。バカバカしい。そう思ってる？信じなくてもいい。ただ、君に教えるべきだと思ったから。君もなんとなく気づいてたでしょ？だからこそ、私は君のしたいことを理解し、次の行動を予想できる。なぜなら、何かを変えようとする人の選択は永遠に変わらないからだよ。何？まさか私がいい人だって言いたいの？だったら私は今両手を挙げて泣きながら反省するべきなの？まさか今の君は確かに悪人だよ。もし、いずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。けど、今の君の道を歩いた可能性だってある。話は終わった？うん。私が犯した過ちは、私が決着をつける。自分だけを信じる君。そして、絶対に自分を信じない君。
こういうことがしたかったわけじゃないけど、言葉よりもっと現実的な演出で説明を始めよう。これは！あいつ、消えた！謎解きに付き合う暇はない。彼女が消えたなら、君から始めよう。ようこそ、ビルビーの単独ショーへ。魔術師？ありえない。私はちゃんと。すぐに結論を出さないでね、かわいいお客さん。だってこれからもっと大きなサプライズを目にすることになるんだから。あ、分かってる。ちゃんと。けど何度も言ったはずだよ、こういうことに興味はないんだ。学者を呼ぶときにいつも間違えて私を呼ぶのはやめて。ああ、ごめん。じゃあ、もう一回やり直す？常識を覆して、人類の考えを超えて。おや、間違えて二人も出しちゃった。二人を同一視するとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだ。ええ、私と彼女の差は太陽と月のようだ。二つの光は同じ場所から出てるけど、実際は四人だけどね。目をそらさないでね。これは、いや、感情には。君だ。君がずっと思考を分割し直して私の能力を壊してる。正確に言うと、彼女たちになってから分割してるんだ。もともと私の頭の中の思考だし、君に壊されても簡単に見つけられるでしょ。私のことを自分を信じないと言ったね。違うんだ、我が名はレギオ。こんな感じだからこそ私はビルビーなの。楽しみに待とう。全ての私が集まって螺旋になった時、私がそう望めば私にはそれができる。かわいくないね、今の君は。ごめん、君の体。どうやったんだ。私はただ、持ってるすべてを導いて、君の持ってるすべてと、最も簡単でストレートなぶつかり合いをしただけ。その二者の分量を比較したかったんだ。嘘じゃないよ。だから、これがその結果。実際、私は一撃にも耐えられなかったの。わからない。あの時、私たちは月で死んだ。そうでしょう。
それもわからない。けど、多分そうだろうね。私たちは。私たち?ふっ。君自身と私たちを同一視しないで。私たちは雲の足だ。君とは違う。君は。え?君。気づいた?一応、ビルビーの半分の思考だからね。君に勝つには、こうするしかなかった。自分を何度も分割したから、今の私は、みんなと同じように、足になったみたいだ。どうして?ただ、最後に残ったみんなと、ちゃんと別れを告げたかっただけだよ。残った自分とね。その結果を知ってるんだよね。うん。もうすぐ、私も君と同じように完全に消える。でも、その前に、自分の計画を十分に完遂させられる。またこの質問だけど、彼女は私たちじゃないのに、どうやったらできるの?はいはい、わかった。君がそう信じたから。そうだね。その通り。私だって、侵食の律者を倒せるはずだった。私一人だけで。もちろんだよ。だけど、それはみんなにとって最善の結末じゃない。君は私だ。その約束の重さを知ってるはずだよ。ふん。それで、もう終わり?うん。また。また?できれば。二度と起こらないように祈った方がいいよ。やっぱり、相手の目を見るのは苦手だな。これを君の方に置いたのは、最も穏当なやり方だった。何せ、私だけが君を止められるからね。さあ、これが最後のプレゼントだよ。これを持ってエデンのところに行って。絶対に落とさないようにね。ああ、おそらくもう助からない。出発する前に予想はついていたはずだ。そうでしょ?それでも急がないといけない。私は自分が完全に消える前に
君をビルビーの思考から送り出さないといけないから。うん、それが君がこれからする二つ目のことだよ。君に話した侵食の律者に勝つ方法をまだ覚えてるかな。古の楽園を建造した時、専門家はいつもの癖でプログラムを残した。ある意味それはミスなく成し遂げられるだろう。わざとかどうかはわからないけど、私たちが気づいた時、侵食の律者はすでに正しく脅威を排除し、このプログラムの唯一の起動条件をなくしていた。でもそれはあくまで現状にとってだ。こう言えば理解できるかな。ヒントは結構わかりやすいと思うけど。理解できたみたいだね。でも今の君はまだ気づいてないでしょ。この計画にとって君自身がどれほど重要な役割を担っているのかを。けど大丈夫、スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど。これが全てのパズルだよ。エリシアはいつもそう。全ての始まりであり、全ての終わりでもある。なんて不思議なんだろう。君がずっとしようと思ってたあのことが、最後はこんな形で、現状に全く違う意味を与えるなんて。そして、今、私が自分の計画の中でできることは、一つだけだよ。私の記憶が正しければ、指揮者は君にこの話をしたはず。彼女一人だけでは、君に螺旋の銘の説明はできないって。本当は私も同じ。でも今、もしかしたら、君は螺旋の果てを見届けられるかもしれない。私たちは一つになり、完全なビルビーになる。私と全部交換した時のことを覚えてる？心を開けばいいの。こんな風にね、かわいいお客さん。これがマジックのコツさ。君が驚いた時にはもう全ては終わっていたんだ。よく聞いて。これが私の最後のステージ。そして君は私の最高の助手になる。退場の準備はできたかな？もちろんOK だよ。何せ永遠に終わらないステージなんてないからね。あ、悪役の真似もしてみよう。さよなら、かわいいお客さん。こんな感じだったかな。うるさいやつだ。
誤解しないで。自分に喜びを感じてるだけだ。木を打つ者だけが称賛される価値がある。そうだろ。ならいい。でも君がそこまで謙虚なら、君もうまくやったと褒めてあげるよ。調子に乗るな。おや、メイ、やっと私の番かな。それは難しいかもしれない。彼女はテレ屋さんで、自分の見た目に自信がないの。それに彼女の話すスピードだと、君は会話が終わる前に私たちと共にあの世行きになるかもしれないよ。仕方ない。状況が特殊だからね。こんな風にしかできないよ。で、他に言いたいことはない？何でもいいよ。道理で、君の同僚が文句を言うわけだ。適当すぎじゃない？でも、いいよ。では、さよなら。初めて会う相手にこんな話はおかしいけど、なんとなく君とはうまくやっていける気がする。そうありたいと思う私の願いなのかもしれない。料理を振る舞う機会がなくて本当に残念だった。私に関してはこれ以上言葉はいらないはずだ。受け入れなさい、本当の螺旋の命を。最後はやっぱり私のところに戻ってきたんだね。螺旋の果てはその始まりである。とても合理的でしょ。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。自己をバラバラにするのは自分自身になるため。対立を作ったからこそ統一できる。さあ、持って行って、メイ。本当の螺旋の命を。これが私が完成させられる全ての配置だ。私にできることは、きっと君にもできる。そして、すべての謎を明らかにしよう。そもそも、私は詐欺師だからね。初めて会った時、君が私の部屋に入ってきたあの夜、すぐに気づいたんだ。
このお姉さんには秘密があるようだって。秘密というより嘘かしら。いや、ただの秘密だと思う。ひどいわね、美しい少女をお姉さんと呼ぶなんて。私たち年はそう変わらないのに。むしろ私の方が年下かしら。まあいいでしょ、せっかくあなたが出てきたんだもの、気にしないことにするわね。それよりこれを見て。対ケビン武装タイプ666。イニシエの楽園を丸ごと削除できるなんて恐ろしい発明よね。ビルビー、その起動条件を真剣に考えないといけないわよ。うん、これは専門家の設計だけど私が決めよう。十三英傑が残したすべてのものに関わるし、全員一致も多数決もどちらも最善の選択じゃないと思う。それに今も想像できないんだ、一体どんな事態が起きた時にそれを起動しなければならないのか。ええ、少し困るわね。だからエリシア、私たちに物語を残すように働きかけたのは君だ。ならばそれにピリオドを打つのも君であるべきだと思う。それって私に決めてもらうってこと？そう、私が君のために用意したステージだと思って。君はビルビーの秘密を守ってくれた。私のことは誰にも言わなかった。だったら君の秘密も最も盛大な形で幕を開け、そして最高の姿で幕を閉じるべきだと思う。物語の結末ね。今まで一度も考えてなかったわ。ちゃんと考えないといけないわね。でも私の美的感覚で考えるとビルビーも分かってくれるわよね。答えは一つだけよ。なんとなく分かった気がするよ。私は君を信じる。
あら、まだ生きてたの？それなら私はこう言うべきよね。ねえ、気分はどう？Yeah.